れ？霊夢その格好。え？マスターのこのままでありゃいやだだ。これはあれですよ。マスターのコスプレ。え？それにしてもそっくりすぎない？あ、あれ？スパロー君何か悩みかい？うん。あ、霊夢君か。少し考え事をしていたところさ。実は僕、この現実逃避を出ようと思ってるんだ、とか。この広い世界のどこかで、僕を待っている人がいるような気がするのさ。そんな急に言われても。バイバーイ。いや、ちょっと、君の言葉で決心したよ。やっぱり僕は、この島を出ようと思う。君と過ごした、現実逃避での思い出、僕は忘れないよ。そもそもこいつ動画に出てきたことあったっけ？霊夢君、これからもどうか元気でね、とか。ストロー、いやお前考える時間3秒くらいだったぞ。ほぼ即答だったぞ。動画にはほぼ出ることがなかったけど、今までお疲れ様でした。それよりもお前下になんか吐けや、後ろから見たらパンツ見えてんぞ。これでまた住人厳選できるな。お前は厳禁なんだよ。本日のコーデはゴスロリパンク系。コーデがいつも可愛いと言われるので調子に乗ってないようも表示してみました。それでは住人厳選ガチャ10連行ってみましょう。いつも言ってますが、欲しいキャラは大人女のキャラ。できればフランソワちゃん、あとはジュン、ユキミ、イチゴあたりが来てくれると嬉しいです。なんかいたぞ。パッと見全くタイプじゃありませんでしたね。そういうことをはっきり言うなよ。あ、でも大人女な感じもありますね。はじめまして、うちはバーバラ。思いっきり被ってんなー。姉子女キャラだなこれは。気を取り直して次々。あ、また黒豚かよ。うち豚枠1枠しかないからなー。よ、俺の名前はブヨタ。はい次、やっぱり豚は1匹で十分って。あれ？え、めっちゃ霊夢好み。まあ、私以外にもこの島へ旅行に来られた方がいらっしゃったんですね。あなたに声をかけてもらえてよかったです。かわいい。これは普通女のキャラだな。大人女ではなかったけど決定だろ。ちょうどカエルが出て行ってカエル枠も余ってることだしで。でも当初の欲しいキャラじゃないし、大人女のキャラでもないし、残り7連残ってるし。ダメだ。妥協は良くない。ああ、お前レイミーちゃんの棒に食ったのか。おーおーす、お前もよその島から遊びに来たのか。くそ、レイミーちゃん出て追っておくべきだったか。逃した魚は大きかったぞ。うちにはいない狼キャラですね。無人島かと思ったら人がいたんだね。しかも意外にもキザキャラ、悪くない。悪くないんだけど。キザキャラは弱で十分なんだ。ジュン君だったら、即を持ち帰り。何なんだよ。マーリカルドにはレイムをそこまで動かす何かはなかったようだ。いや、せめて話しかけてやれや。いや、2連続する。ダメだ。全くレイムの求めてるキャラが来ない。あれ？あれ猫じゃねえ。猫枠はいっぱいありますから大歓迎ですよ。いや、このキャラが好きな人がいたら本当に申し訳ないのですが、ちょっと顔面がイメージと違ったな。え？もう何連した？あと残り何回？だからレイミーちゃんにしとけばよかったんだよ。黒ヤギさんかー。普通キャラだからこれならレイミーちゃんにしとけばよかった。ってなるから。次だ次。キャラ濃すぎない？上セーラー着てるのに下すっぽんぽんだし。いや住民は大抵下すっぽんぽんだろ。いやだから被ってる。被ってるんだって。なんで？なんで大人女来てくれないの？お前これ10連目だからな。何が出てもお持ち帰りだからな。そんな約束。なんか怖くない？え？可愛くないです？この見た目でボニアリ系、ギャップありすぎだろ。でもお前ボニアリ系はもうすでに2人もいるぞ。はいラッキー君を持ち帰りー。はいな。大人女はキャンプサイトに来てくれるのを祈りましょう。キャンプサイトに誰か来た。そして本日のコーデ、黄色を基調としながらも靴下に赤を入れるのがポイント。季節は全く合ってませんけどね。ということでお邪魔しまーす。かわいい、リスだ。しかも大人っぽい。これは念願の大人女子来たんじゃないのか。あら、あなた、ここの人でしょ。私はシルエット、よろしくね。今、この島で息抜きをしてるところなの。大人女来たー。これでっか、勧誘じゃ。すぐ勧誘じゃ、言うここに住んじゃいなよ。え、本当？夢じゃないわよね。そう言ってもらえて、とっても嬉しいわ。でも、今回の移住は見送ろうかしら。え、なんで？実は私が住んでる島の時で最近ちょうど花を育て始めたのよ。咲かせるまでは離れられないわ。ふふん。負けない、勧誘は断られてからが本番なんだ。そんなの聞いたことねえよ。嘘、私、引っ越してもいいの？あなたにそう言ってもらえるなんて考えてもいなかったから。びっくりよ。だけど、まだ私自分が住んでる島でやらなきゃならないことが残ってるのよね。残念だけど移住はまたの機会にするわ。まだまだ、しつこい女は嫌われるぞ。え、本当？夢じゃないわよね。そう言ってもらえて、とっても嬉しいわ。でも、今回の移住は見送ろうかしら。どうしても島の花に勝てない。で、もう諦めたら？そんなにこの島に誘ってもらえるなんて、ちょっと気持ちが揺らいじゃうわ。とはいえまだ踏ん切りがつかないのよね。だ、
来ましたよ。ちょっと気持ちが揺らいできてます。霊夢の粘りがちか。けどゲームで勝たないと来てもらえないみたいだな。まあ所詮子供でもできるような簡単なゲームでしょ。カードゲームですって、七並べか。決着つくまでに何分かかるんだよ。あ、絵札を当てればいいのね。オッケーオッケー。引いたカードが赤か黒かってところか。確率は二分の一。勝ったな。さあ引いたわよ。このカードはハートダイヤステートクローバーのうちどれなのか当ててみてちょうだい。ユンダーフにしては即決だったじゃねえか。こういうのは迷ったら負け。もう一勝負。いや何回でもできるんかい。霊夢が選んだカードはクローバー。そうなんです、いきなり当てちゃうんです。いや1回目圧倒的敗北だったぞ。でもさ、シルエットが引っ越してくるのはいいとして、霊夢の島もう住民パンパンだろ。え、でも1件ぐらい増えたってどうにかなりますよ。お前はいいかもしれないけどシステム上どうにもならねえんだよ。ここまで来たのにシステムの壁が立ちはだかるとは。シルエットどうだった？タヌキチどうにかしてくれるって言ってた。まあダメだったとしてもタヌキチは霊夢には逆らえないから、殴り込みでも何でも言ってきますよ。やめとけやめとけ。あーほら余ってる時がないから無理だってさ。じゃあここまでの時間なんだったんだよ。あ、でもあなたってこの島の人よね。私がここに住んでる人に入れ替わってもらえるよう聞いてみちゃダメかしら。それは実質誰かを追い出すってことになるな。まあでも言う聞いてみなよ。もういいかい。そう言ってもらえるとありがたいわ。でね、案内所で聞いたところ、ピーチクさんなら取り合ってもらえるかもしれないってことな。強制終了。で、誰だって。あれ、今のは夢だったかな。アグネスさんなら取り合ってもらえるかもしれないってことなの。やっぱ夢じゃねえな。で、誰だって。何もなかったように進行すんな。サスケさんなら取り合ってもらえるかもしれないってことなの。あ、サスケ、サスケか。確かサスケはフランの島から霊夢の島に移住してきたんだったよな。あっちこっちにたらい回しにされてかわいそうに。私は別に追い出したわけじゃねえよ。霊夢、ここは慎重に考えろよ。いや軽い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 。まあでも最後に決めるのはサスケなんで。お前が了承した時点でお前が決めてんだよ。え、霊夢はただ背中を押してあげただけで。包み隠さずこの島への思いを伝えたの。そしたら喜んで代わってくれるですって。あの子本当に優しい性格なのね。サスケさんと住めないのはなんだかちょっと寂しくもあるけど、これもタイミングだから仕方ないわよね。改めて霊夢さん、この私シルエットのこと同じ島の住民としてよろしくね。ふふん。シルエットさん仲間入りでーす。悪魔の笑顔に見えるわ。おーおー、エフラン遊びに来たぞー。私を捕まえようとするんじゃねーよ。え、いや、おのは反則だと思うなー。兄と違って命の危険が伴うもん。お前から撃ってきた喧嘩だ。恨むんなら自分を恨むんだな。嘘、全然当たんねー。あ、この霊夢の服はウミちゃんさんから前出がいただきました。着させていただきました。ありがとうございます。あれ、ここは新しく来た住民。あ、今日来て私もまだ訪問してないわ。え、マジかよ。サスケじゃねえか。お前またで戻ってきたのか。お前、霊夢じゃないかー。おいらだよ、サスケだよ。今日この島に引っ越してきたんだー。来て早々に会えるなんて、やっぱお前とは縁があるな。新しい島でも、キントレ話で盛り上がろうなー。どっこい。そろそろ真面目にやろうと思います。動画の約8割は真面目にやってなかったってことだね。あれもあれで真剣にやってましたけどね。で、ここに何を作るんだ。ここにはキャンプ場を作って、キャンプサイトを移動していきたいと思います。うちは住宅街に場所を取られたので、もう敷地がほぼ残ってません。なので限られた敷地で、なんとか作っていこうと思います。この看板がいい仕事してくれるんですよね。キャンプ場の入り口って感じだな。キャンプ場までの道を並木道にしたいので、今回コデマリさんが作成したマイデザを使わせていただこうと思います。コデマリさんはドラクエビルダーズやあつ森で、それはもう素敵な建築をされている方です。概要欄にコデマリさんのマイデザ紹介の動画の URL 貼っておきますので、気になった方は覗いてみてください。他にもたくさんのマイデザがありましたので、道を貼り付けたので次は家具を置いてみますか。はい、ということでなんとかそれっぽくなったかなって感じです。まずは入り口を通ってこのスロープを登ります。キャンプ場の床のデザインは全てコデマリさんのお使用させていただきました。ここは料理とかを作ったりする場所です。本格的にキャンプをする人はパンだって焼いたりするとのことだったので、かまども設置させていただきました。キャンプ行きたくなってきた。こっちでは燻製も作成中です。あとはここの橋を渡りまして釣りをしたり寝泊まりしたりする場所ですね。キャンプ場は以上になります。これがポンコツの限界でした。ここの島には悩みを持った人たちが集まるという喫茶店があるという。喫茶霊夢、開店です。どうも、喫茶霊夢のマスター霊夢です。本日はお悩みをいただいたので、それにお答えしていきたいと思います。マスター、私の悩み聞いてください。高校入学したんですが、ウイルスの影響で休校になって学校に行けませんでした。なので友達ができるか心配です。なんかいいアイディアないですか。これは深刻な問題ですね。
わかりました。どうすればいいか占ってみましょう。ふむふむ、なるほど。はい、出ました。5本、学校の初日には私のように鼻眼鏡をつけていってみたらどうですか？